こんにちは、乙女ゲーマーのアーサです。今回は昔の懐かしい乙女ゲームをちょっと急に語りたくなったので何本かお話できたらなぁと思っています。移植とかリメイクされてない作品ってまあだんだん語られなくなるじゃないですか。なんか話題に出ないっていうか。でもそんな作品の中には今でも語りたいって思えるいい作品がたくさんあるんですよね。もう忘れられたくない作品が。だから今回ちょっと懐かしさに浸りながら語りたいなと思って紹介することにしました。今日お話しする作品を知ってる方がいらっしゃれば嬉しいなって思います。私が乙女ゲームを好きになった初期の頃の作品の話なのでPS2 の、作品が多めです。それでは早速お話ししていきます。1つ目、乙女的恋革命ラブレボ。これねめっちゃハマった2006年アイデアファクトリーから PS2 で発売された作品です。これはもう DS とか PSP に移植もされてるし、かなり人気作だったんで知ってる人も多いかなと思います。体重が100キロあるヒロインがダイエットしながら恋愛に向き合うっていう、まあちょっとかなり攻めた作品です。ときメモみたいに実行コマンドを選んでいく形式で、実際にダイエットした分だけ体重が減っていきます。痩せた結果がストーリーに反映されたりして、なんかシステム的にねめっちゃ面白いんですよね。太ったままエンディングを迎えることもできたりして、なんかほんと凝ってたなって思います。今ね発売したらちょっと問題になりそうなテーマやけどあとキャラクターもねすっごい良くて、私は深原くんと立花くんとあと若月先生がすごい好きでした。カハラくんにね衝撃を受けた乙女ゲームプレイヤーさんも多いんじゃないでしょうかねあと若月先生はもうマジで見た目が好みすぎるあとお兄ちゃんね、あの平川さんボイスのお兄ちゃんもすごいね強いです今プレイしてもね面白いと言える作品だと思います。次2つ目、ラストエスコート。2006年 D3 パブリッシャーから PS2 で発売された作品です。ホストクラブが舞台で攻略対象はホストになります。ヒロインはホストクラブに通って客としての関係を超えるのがゴール。まあ、攻略キャラがホストっていうことでキャラのね顔面偏差値がねめちゃくちゃ高い単発イケメンから長髪イケメンまでもうすごい目の保養になる。あとシャンパンコールをねできるシステムがあって、声優さんのお声でシャンパンコールが聞けるのがねもうめっちゃ面白いです。夢に捧げるシャンパンコール、シャンパンコールみたいなそんな感じで、すごいねあのリズムによってホストたちがねコールするのがねもうおもろい私はねもうすっごい笑ったんですけどね、あのホストクラブ行ったことないけどシャンパンコール楽しいって思いながらやってました。実際こんなんなんかなラストエスコートはシリーズ作品で複数出てるんですけど、個人的にねあの2にめちゃくちゃハマりました。レイジっていう下野さん演じるワンコ系金髪ホストと、マコトっていう野島さん演じるひねくれ赤髪ホストがもうめちゃくちゃ好きで、お話もね結構危険なスリルあるルートもあるんで、今やってもね面白いんだろうなって思います。ちょっと私もね内容結構忘れちゃったんで、ちょっとプレイし直したいなっていう思いもねあります。3つ目、ビタミン X。D3 パブリッシャーから2007年に PS2 で発売された作品です。一応、まあ、3DS まで移植してるんで、これもね結構知ってる方もいるんじゃないかなって思います。まあ、私の、 あの乙女ゲームを好きになった経緯っていう動画でもねお話ししたものになります。教師としておバカな生徒を教育していくっていう、まあ、学園ものですね。
まあ、ツッコミシステムっていうのがあって、生徒がおバカな発言をした時に、まあ、例えば 1+1=3 みたいな時にあのコマンドをね入力して、まあ、指摘するのかそれともスルーするのかっていうのでこうルート分岐します。小学生レベルの間違いを平然とする問題児たちを構成していくっていうのがね醍醐味の作品です。キャラたちがねめちゃくちゃ個性的なんですけど、その中でも千堂清春っていうキャラがねすっごい好きでハマりました。吉野博之さんが演じてて、喋り方がねすっごい独特なんですよ。なんかお前がみたいな、なんか語尾をね伸ばしまくる喋り方で、でもあの清春は当時本当にね人気キャラだったなって思います。キャラさんもあとたくさん出てて、ビタミン X のねオープニングテーマでもある、放課後エデン、秘密のエデンでっていうやつと、ミッドナイトサルバトーレ、俺を愛せ恐れずにってやつはあの本当に神曲なんで、ぜひ聴いてほしいです。あの鈴木達久さんと小野大輔さんのキャラソンで、あのカラオケでね歌うとめっちゃ盛り上がるあとあのイベント DVD もねあるんですけど、まあカオス鳥海さん、吉野さん、岸尾さんラインがね特に仲良しなんで、もう収拾つかない感じになってます。で以前ね動画のコメントで、あの数年後のお話の作品もありますよっていう風にいただいて、あの本当ありがとうございます。そういえばあったなって思って本当にねやりたい、同窓会したいっていう気分です。次4つ目、学園祭の王子様。2005年コナミから PS2 で発売されたテニスの王子様の乙女ゲームになります。テニプリは、まあ、結構乙女ゲーム化してて、あのドキドキサバイバルとかその中でも学園祭の王子様はかなりクオリティが高くて、今プレミア価格になってます。テニプリのキャラを、まあ、そんな乙女ゲーム目線で見たことなかったんですけど、もうね全くねその別物としてねすごい楽しめました。ヒロインはオリジナルキャラクターで、複数の学校が参加する合同学園祭の実行委員としてテニプリのキャラたちと交流をしていくっていうお話です。もうそのキャラ数なんと35人内容にね偏りはあるけど、まあ、乙女ゲームとしてのねクオリティがねかなり高いです。文化祭っていう青春要素満載なテーマを扱って、胸キュンポイントがほんとあらゆるところにね散りばめられてます。摩訶不思議なキャラたち もうヒロインを前にするとただの可愛い中学生ってあの毎回思うんだけど、あの跡部さんもね中学生です漫画では見せない初々しい表情とか会話とか、そんなのがね楽しめます。私もねまさかあの日吉をね好きになると思わなかったあの演舞テニスのね日吉若しめっちゃ攻略キャラ適性あってね、もうびっくりしました運よくねあの見かけたらぜひ買ってプレイしてみてほしいなと思います。次5つ目、花よいロマネスク。2005年にブランディング運営の携帯サイトガールズウォーカーで配信され、2008年に PS2 でも発売された作品です。これ知ってる人いるかな、結構ねマイナーやと思います。ヒロインは教師で、代々続く両家宝生家の一族たちとドロドロ切ない恋愛っていうのを楽しめます。私は配信の方をねプレイしてたので、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、あのまあ、あのちょっとあでやかっていうかな雰囲気で糖度全振りだった気がする。あの暗いしあと夜会美しき罠甘い拒絶っていうキャラソンがねすごい良くて、双子の兄弟演じる鈴村さんと星さんが歌ってるんですけど、セリフ付きでね、あの当時はねあの友達とキャーキャー言ってました
ほんとね、宝生家はね、声がいい一族。緑川さん、鈴村さん、星さん、諏訪部さん、遊佐さん、平田さんっていうね、豪華さ。まあ、遊佐さんのね、キャラもね、マジでやばかった記憶があります。暗めの作品が好きな方は、ぜひ、今からでも、PS2 やけど、プレイをね、おすすめします。以上が私がプレイしたことある作品で、もう一つだけちょっと未プレイなんですけど話したい作品があるのでお話しします。デュエルラブ恋する乙女は勝利の女神、ナムコから2008年 DS で発売された作品です。セコンド系アドベンチャーと歌ってて、攻略対象は格闘技に携わる男子学生です。この作品は乙女ゲームファンだけじゃなくてネットの一部で話題にもなったもので、ヘブン状態っていうね、言葉の元ネタがこの作品になります。まあ、汗拭きとか選手のサポートをするミニゲームにおいて最高の状態になるとなんかヘブン状態っていうのになって、虹色の背景にそのヘブン状態のキャラの立ち絵が表示されるっていう、もうかなり突き抜けてて、もう頭おかしい。そんなね、作品、まあ、褒め言葉です。で、シャワーシーンとかね、確かあるんですよ。もうとにかくね、笑いのネタは尽きない。もう個性強強作品ってことでね、両作家はちょっと未プレイなんで、私はわからないんですけど、お話ししてみました。はい、以上、懐かしの両作乙女ゲームのお話でした。懐かしいって思ったり、そんな乙女ゲームあったんだと思っていただければ嬉しいです。まあ、当時の乙女ゲームはいろんな会社から発売されてたこともあって、全然私も知らない作品多いんで、まあ、こんなんあったよとかいう方はぜひね、コメントいただければなと思います。懐かしのね、乙女ゲームの話、楽しいね。はい。それではご視聴いただきありがとうございました。またねー。